今日第3弾目ですす <laughs> 続けててやっっちゃってますはい私あのちなみに今週の日曜日あ日曜日じゃない今週の土曜日だから明日が金曜日であさってですねあさって東京パワーリフティングのえ大会があります3種目の大会ですねであのー、これからね 国体出てみたいなって大人の方いらっしゃったらパワーリフティングいいですよ。あの、ウエイト系のトレーニングは、あの、結構年齢がいってもできますので、あの、国体、パワーリフティングもねあ、国体種目ですので、パワーリフティングの一時予選が 毎年、ね、春の東京パワーとかあの、まあ、千葉県埼玉県とかでもあるんですけどそこでやってますので,で1次予選が終わった後に2次予選がね5月ぐらいにあってで,今年は三重県で、えー、国体があります去年はね鹿児島国体だったんですけどそれはもう国会でねコロナの影響で、まあ、中止になってしまったんですよね。とてても残念な話な話んでですけどねさてここで あのこれもねよくね相談されてたんですよねよく相談されてる話で、まあ、男性の方も多いんじゃないかなって思うんですけど家族との関係お母様との関係の関係についてのお話をあのさせていただきます。まあ、すごくねね成功された男性のの方でもあの自分が、ね、今やっててる仕事のことについて もう大人でも十分社会的地位も高いしあの認められてるわけじゃないですかだけどそのお母様が理解してくれないってでそれがあのずっとを引っ張ってきて、まあ、その後の例えばあの、ね、家族との関係、まあ、女性との関係奥様との関係も奥様いなかったのもあ,のあれですけど。 ずっとつながってきてるわけなんですよね。なので、ここでお母様との関係について、まあ解消できるきっかけになればいいなと思ってライブやりました。あのね、常々、あの、何回も言ってるんですけれども、やっぱりあの問題解決しないと、やっぱりそれがあの後のね、あの。 どうう、なんだろうあの自分の価値観とか、ね、あの承認欲求に対してこう認めるあの自分で完結されてない話なのであのその後のちょっと性格とかうつだったりとかに影響するようですね。なのであのここでね解決したらいいなと思います。ちなみに私あの催眠療法士の資格があるんですよね。 あのなんでかっていうとやっぱりあのそういう方をねなんとかあの治療っていうかあのしていきたいなっていう気持ちがあったしまあ自分自身も結構あの何だろう 言葉に対するコミュニケーションに対することだったりとかいろんなこう人との付き合い方とかまあそういう部分であのいろんな方の悩みとか悩んでる姿見たりとかまあ自分自身もそうですけどそういう部分があったので、まあ、勉強しようと思って えー、催眠療法士の資格とかあと心理カウンセラーの資格も一応あるんですけどねそ,れそういうのも取ってみましたでもね自分のことはね占い師と同じなんであの <laughs> 意外とねあのダメなんですよすごくねあの人に聞いちゃうんですけどねでも答えは分かってる場合も皆さんあると思うんですけどねでも答えは分かってて後押ししてもらいたいとかもあると思うしでも根本的なあのことは多分あの 男性の方は女性に比べて多いんですけどやっぱりお母様との関係ですねうん女の人でお父さんのことの話とかあんうん聞かないけどやっぱり男性の方は結構多いと思いますあと女性の方でもやっぱりこうお母さんとの関係についてもあのやっぱり聞きます,聞きますのでここであのちょっと母親との関係についてあの少しでも あの皆さんのね心の負担じゃないですけど何かこう心が楽になるようなあのことについてのこう一つの、ね、手助けじゃないですけどあのなんか役に立てばいいなと思ってお話ししたいと思いますね。あああののののつ言ええるのがまあ、あのお母様が例えばの であの分かってくれないって方がいらっしゃってでお母さんを説得しようと思ってもまず無理ですあの今言いますねもう,こう無理だって言うともう話が終わっちゃうんですけどやっぱりあの 親にとって子供親を理解してもらって親に理解してもらって応援してもらうってう気持ちも分かるんですけどあの世界的なギタリストの方でもそうなんですけど誰だっかなちょっとあの洋楽のバンドの世界的な。あの バンドの方で、で、やっぱり親からすると普通のサラリーマンやってほしいわけなんですよ。だから、自分の息子は世界的なギタリストになってても、親は認めたくないわけだし、聞きたくないわけだし、聞きたくない話は耳を紡ぐわけなんですよね。なので、あの、いまだに、いだにっていうか、もう親も死んでるかもしれませんけど、あの自分の息子は、あの空港で通関士の仕事をしてるもんだって思ってる。あの親御さんもね。 あの世界的なギタリストでさえいるっていう話なのであのまずそうね親と,のな親と仲良くしたかったらもう親は宇宙人だと思って <laughs> 宇宙人だと思って、えー、まあ親にとって都合がいい子供を演じるといいと思います。親にとって都合がいい 要はし支配しやすいとかコントロールしやすいとかやっぱり親にとってその子供はやっぱり自分にとってはまあ、言うことを聞く可愛い子供がいいわけなんですよコントロールしやすい子の方がねまあ、未熟であってほしいって親の気持ちはあるわけなんですよ自分がいないとダメだっていう気持ちがねあるのであのー 親にとって都合がいい人を演じてでやっぱりあの親でもねどうしても相性が合わない親もねいたりとかしたりとか兄弟が複数いる場合はあの愛玩用の子供とあと差別差別,差別、まあ、支配する子供差別する子供っていうのを親は分けてるのでなので まあ、そこを理解してあげるといいと思いますね。あの猫ちゃんとかねワンちゃんとかこう多頭飼いしててもそうですよねやっぱりこの子が一番可愛いって子っているじゃないですか。みんな平等に可愛がってあげないといけないんですけどねもう本当にね。だけど、うん、やっぱりそうなってしまうこともあるのであの理解して、うん、あげるといいですね。も親を説得するのは無理です。 うん、で筋,筋トレなんか特にあのボディーのコンテストの話をしてても理理解しません無理です、うん、で親が自分から「あテレビを見てね今すごい流行ってるみたいだよねあの筋,トレと筋トレとかあとなんかフィットネスのコンテスト綺麗だよね」とかいうお母さんがいたりとかしたらお母さんのその部分の話については乗っかっててもいいけど基本的にあの お母さんが自ら望んであのあれっていいよねって思わない限りは説得は無理ですあの人を説得するのって本当にすごく難しい大変ですねもう宇宙との交信を行うぐらい本当に大変なのであの説得してで相手をこう教育して <laughs> 教育するわけじゃないですかあの分かんないわけだからそれはもうすごく大変なのであの お母さんとの関係に関しては、もうお母さんの前ではまあ、筋トレ。やってるのも知らないぐらいでいる方が楽ですよ。分かってもらおうと思わない方がいいです。あので、親はもう基本的に応援しないものと思ってで、別の部分であのまあ、親に甘えてみてもね。いいんじゃないかなと思うんですよ。親が理解しやすい分野について。ああの？ 理解をね得て得るといいかもしれませんね。でも人間ってそんなもんかもしれませんね。そうお母さんとの関わり方のねお話をしました。あの結構ね偉い社会的にまあの成功されてるようなま例えば大学の教授とかなるような人とかでも,もう他にもいますよ。あのすごく成功した人とかでもやっぱりあのお母様との関係 についてあのすごくあの悩んでる方とかいるんですよね。僕はもうこんなにね大学の教授までなったのにねお母さんがね認めてくれないって悩んでる人もいるらしいんですよね。でやっぱりそこまでなるのに対してやっぱりすごくあの努力されてるわけなんですよね。だけどあのまああの例えばあ大学のまあ会社を辞めたりとかまあ例えば公務員だったのを公務員を辞めたりとかしてあの親に 応援してください大学の先生になりたいですって言ってもそんな夢みたいなことはやめなさいとかねあのい言われたそうなんですよね。まあ、これ筋トレの部分でもありますよね <laughs> 筋,トレ筋トレやりたいから会社辞めても辞めたら親に怒られちゃったっていう人もいるかもしれませんけどであのやっぱり苦労してあのそこまでの地位にのし上がって。 でもやっぱりあの最後まで認めてくれないっていうお母様いらっしゃってなんでなんだろうなんでなんだろうってどうしたら認めてくれるんだろうって思うかもしれませんけどもうお母さんはそういう人なのであの無理だと。でこれはもう皆さんに対してもあの皆さんの親御さんに対しても同じだと思いますね。こここういうううういいいい娘でであああっっっててししととかかの息子やっぱりこう 親が描く理想像ってあるんですよねであの女の子だったらね結構あるかもしれないお母さんとべったりだったりとかあと結婚したら別だけど結婚もしないで家にずっといるような感じだったりとかするとお母さんが結構指摘とかす,すると思うんですよ「あなたの服装こうしなさいああしなさいお母さん買ってきた服着なさい」とか言うと結構やぼったい。 子になっちゃうんですね。もっさりしたような感じになっちゃうんですよ。で、親はこの子の幸せとかを願ってるわけじゃなくて、最後は飼い殺しを狙ってると思うんですよ。あの、この話は結構、あの、私も思ってたんですけど、あの林真理子さんの原作の。 あのエッセーだったりとかそれ東山明子先生が漫画にしてて「ハイパーミディ春子」っていう漫画があるんですけどその中でもやっぱり描いてましたし他にもあの描かれてるあの漫画だったりとか小説とか、まあ、エッセーとかでもあり,ありましたので、うん、親,親が求めてるものはその子の幸せじゃなくてやっぱり自分に都合がいいもので同性である。 あの娘はやっぱりこう自分の、まあ、白雪姫とあのおのさき様みたいな感じですよねお母さん毒りんご売っちゃうお母さんと同じでやっぱりこう派手であってほしくない女を出してほしくないわけなのでやっぱりあの娘はちょっと地味にしたいとかあのもっさりしたようにしたってあげられるので早く親からこうねあのちょっと離れた方が いいいと思いますねやっぱり親元にずっといる子は親にとっては「あなたはねとってもねあのいいわね」みたいな感じで言っててもこうやっぱりこう男性とのご縁がないようなねあのファッションとか服装とかになってしまうので、えー、やっぱりこうねできれば女の人は1人暮らしやった方がいいと思うし早くあのいい相手がねいたら結婚した方が私はいいと思うんですよね。うん であの男性の方もあのお母さんに分かってもらおうとはね絶対思わないことですね。で結婚とかしてたらまあねお奥さんもいるし子供もいるし別にね余裕が出てくるとは思うんですけどね。という話をあのしましたお母様との関係の話ですね。いや皆さんもねあの お,お母さんに分かってもらおうとかまず特に筋トレやってて筋肉のコンテストやっててあの親に理解してもらってるような人ってまあ一人ぐらいはいるかもしれないけどほぼほぼいないですよでいないですよねあとはまあその協力してくださる親がいて協力してくれる奥様がいてまあその 全日本とか世界とか取れるような人はいるけどまあほぼいないしまあまず分かってもらおうと思,思わない方がいいです。もう分かってくれたらそれはむ向こうが自ら率先して勝手に理解をしようとしてくれてるわけでこっちが説得するわけじゃないのでまあ相性がいいってわけですよね。それは一言で言うと。 なのであのであ無駄なことをする労力を払うよりはもう価値観のある人同士で一緒にいいいいた方がいいと思います価値観の合わない相手は親でも価値観が合わないのででもかといってあのねやっぱり親は親なので、まあ、その親にとって都合のいい自分を演じて本当に理解してくれる価値観のある相手とあのだけ話すと絶対ストレスはないと思います。 はいでそのうち新しい多分恋が芽生,芽生えるんじゃないかなと思うんですけどね。はいであの第二の人生になっちゃうかなって思ったりとかするんですけどあそうですよねあっ武志さんありがとうございます。親の世代ではねなかなかね理解できない特にボディービルは競技人口自体に関してはあの変わってないらしいんですよ。意外と まあ今ねいろんなカテゴリーもできましたし、あの入り口がねあの結構こう広くなってきたとは思うんですよ。だけど競技人口自体は昔から本当に多かったんですね。だけどやっぱりこう昔の人からするとボディビルって言ったらもう本当閉鎖された世界で、もうなんかマイナー中のマイナー競技で、あのねなんかすごいマニアックなことをやってて。 ななんんんだだかかよよくわかんないものっって思って思るんですよねちなみにあの昔の,あのジャンプとか漫画でよくあの広告でありましたよねブルーワーカーとかなかったですかな,なんか突然そのブルーワーカーを使うとなんか突然なんかひ弱だった僕が突然ビルダーみたいになったみたいななぜか日焼けをしてるとか言って女の子にモテモテだみたいなね <laughs> そんなのもありましたけどねはいそんな感じであの。 はい、お母様との関係をあの皆さんうまく築いていってくださいね。はい、ではまたおやすみなさい。